な、リーグ、ドジャース5にジャイアンツ。チームの今季3度目の5連勝。試合後、デイブ・ロバーツ監督はこの日の大谷の打撃について、3三振は相手が速球を使っていい投球をしたが、彼はいい打席を送っている。ストライクゾーンの球をスイングし、規律が取れていた。いい夜だった。彼は特別な選手だ、と絶賛した。最後はロドリゲスが甘い球を投げてくれて、そこを逃さず捉えた。翔平に関しては、今季ずっと言い続けてきているけど、選球眼力ゾーン内のボールを振りに行けている限りは、特別で最高な打者だから。ラックスに関しては、自信がついてきているのが全て。打席でそれが見て取れる。追い込まれてからのスイーパーをよく捉えて、先制点をもたらしてくれた。守備も安定している。今日は5番を任せたけど、物怖じすることなく頑張ってくれている。素晴らしい。普通、若い投手が投げると、2回も持たなかったりして、ブルペンが数日疲労したりすることがある。でも今年は若い選手たちがしっかりストライクを投げてイニングを稼いでくれている。おかげでブルペンのマネジメントができている。自身がスタンドみたいになってるな。大谷が調子問題なさそうで本当に良かった。三振多かったから素人目には心配だったんだけどね。